はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。今朝早朝、台風7号が和歌山市に上陸したそうであります。関西圏を縦断した後、夕方に日本海に抜けるみたいなんですけれども、出勤無理っていうのがツイッターのトレンド入りになっておりました。X って名前変わったみたいなんですけれども、おっさんはいつまでもいつまでも20年経っても30年経ってもツイッターって呼ぶんだろうなって、ツイートするのボタンがですね、ポストするに変わっちゃってですね、じゃあポスターじゃねえかなんて思ったんですけれども、関西圏ですでに5万世帯以上が停電しているそうであります。風呂にきれいな水貯めるのやってもらえたでしょうか。マンションは断水しなくてもですね、停電しと水出なくなっちゃいますから、まあ屋上にあるタンクがに水あるうちは、水出ますけれども、もし停電なんてなっちゃったら、もうそのタンクの水なくなる前に風呂に水溜めておかないと、トイレ、流すの大変な思いしますんで、やった方がいいと思います。お近くの皆様はご警戒ください。今日8月15日は78回目終戦の日ですね。何も記念、すべきことはないので終戦記念日とかいうのをやめてください。よろしくお願いします。全然記念すべきじゃないもんね。メールトインの皆様は後ほど靖国神社と懇親会でお会いしましょう。岸田総理、夏休み2日目は夫人と共に三越でお買い物。なんかイラッとするまあ総理だから三越行っちゃいけねえってことはないんですけれども、なんかイラッとする、ここで私だったらちょっと好感度上げるためにですね、GU とかその安いとこ、ラーメン食いに行くとかするけどな、センスねえよな。東海道新幹線の名古屋新大阪間を終日運休と発表しておりました。 JR 東日本かな、西日本なのかな。富士目覚まし8 目覚まし8出演者、昔は走っていたのになんで今は走れないのって思う人は多いと思うと発言し炎上しておりました。世論でございます。お前みたいなのがギャーギャーさんからだろ。なんかあったらなんで運休しなかったのかって文句言うでしょ。いいことじゃん、会社休む理由になるし。その影響を調査考察するのが社会学者の役割では、民間企業の決定にガシガシ言ってんじゃねえ。10年前は動いてた。その時よりですね、天気予報の精度が上がったからに決まってんでしょうね。季節的にですね、車内に閉じ込められたら熱中症の危険性あるし、昔は天気予報がそんなに当てになんなくなったから、当てになんなかったから、まあいいやつって動かしてたんでしょうよね。この映像見てませんけど、まあ初めから嫌悪感持たれてて何言っても炎上するワイドショー、まあ自業自得ですわね。8月14日昨日、閣老協田中優っていうのかな、46歳を私文書偽造&行使で再逮捕。宿帳に偽名書いたらしい。偽名宿泊したらしい。これ犯罪だそうであります。伝染病蔓延防止のために追跡できなくなるっていうのと、防滞法ですか、これの絡みで、偽名宿泊は犯罪と、これで逮捕だって。アジトの現代社、ヒュって読みそうでしたけど、現代社、杉並区下高円寺って読むの、下高円寺とは読まないのを家宅捜索だそうであります。世論です。46歳って新人やん。この手の団体にしては若いよな。まだ革命ごっこやってんのかよ。こういうやつらが紙の保険証の不正使用してんだろ。マイナ保険証になるとこういう連中が病院に行けなくなるんだろうと、だから大反対してるんだろうと。閣老協は革命的労働者協会の略だそうであります。大学生協と労働組合を資金源とする利権集団、これらの上がりをめぐって激しい打ち際を
繰り返してきたのが特徴、現代車派と赤取り出車派が存在する、食い込んでる大学は東北大、宇都宮大、千葉大、福井大、名城大、名声大、なんて読むんだろう、那城大とは読まないよね、関西大、徳島大、九州大、名大が最大拠点だったんですけど、やりすぎて大学から追い出されました。食い込んでる労働組合が全水道東京、全通信労働組合東京、国労高崎、国労高崎、国鉄かな、旧国鉄、私鉄総連東急、自治労大阪、自治労川崎、1969年結成、成田闘争に参加、1980年、両派殴り合いの末分裂、現代と赤取り出に分裂、1989年、現代が同派の長井、なんて読むんだろうなこれを拉致殺害、川口氏からの自宅から誘拐してですね、で見つかったのが牛久市、茨城県 牛久市のトンネルの中に、ビニールシートでぐるぐる巻きになって発見された、全ての責任は長井にあるとして、赤軍派ですらやらなかった同志殺しの稲織と、現代者、現代派の中での殺人、を行った。半年後、帯広市を走る列車内で長井派の青田紀美子が滑覆自殺。女の人するか、滑覆自殺、これやられちゃったんじゃねえのかなって思いますけれども、1990年、現代派が警視庁独身寮を爆破、警官1名死亡、8名重傷。すごいことやるな、なんか気合入ってんな、悪い気合ですけど。1997年、千葉県、成田警察署に迫撃弾を、迫撃弾を撃ち込む。1998年、対立していたヨハン・ワセダ、キリスト教会代表、キム・ケイ、なんて読むんだろうね、これ。ケイトウかな。キン・ケイトウ、ワセダ、キリストと来て、途端にで、キムと来て、途端になんか気な臭くなりましたけども、宣教師を自宅前で襲い、重傷を負わせる。1999年6月4日、現代派が赤取り出派、山田茂樹を襲撃、全身打撲で接死、瀕死の重傷を負わせる。山田は後遺症で歩行困難。7月2日、赤取り出が出勤途中の現代派、明大政教理事、荻野義彦を出勤途中に襲撃し、ハンマーで撲殺。これ報復でしょうね。山田の報復で、荻野がやられて、20日後、現代派が赤取り手派、明大政教職員、相川一郎をハンマーで撲殺。そのまた報復して、翌日、現代派、襲撃犯37名が、明大生田キャンパスの赤取り手派、を狙って侵入するも、武器準備集合罪で全員逮捕。11月14日、赤取り出が現代福岡議長安倍俊明をハンマーで撲殺。2000年2月8日、現代が赤取り出、学生活動家片岡を福岡の駐車場で殺害。翌日、赤取り出派が神奈川県、舞鶴市っていうんですか、これ。とは読まないよね。なんて読むの？舞鶴の、いや、舞鶴じゃねえな。マズル？わかんない。の列車内で、囚人監視の中、片岡、学生ですね。学生活動家、片岡、殺害実行犯を出刃包丁で刺殺。これずっと追跡してたんだって。福岡から追跡してたんで。8月30日、うぐいす谷駅で囚人監視のもと、現代社派が、現代が赤取り出派、明大政教従業員、組合職長、片岡美恵子を滅多刺しにして刺殺、出刃包丁を使ったそうであります。12月10日、赤取り出が
清瀬市路上で現代派総務委員のタクシー運転手を殺害。2001年5月16日、赤鳥出が千葉県、市路上で現代派総務委員を殺害。報復でしょうね。2002年、明大政教解散。明大がもう、やってらんねえ女、物騒なとこつって、恩出した。2004年、現代が、東京美濃の赤鳥で、アジト前で、2名を殺害。2008年、福岡で、組織的生活保護、不正受給で、7名逮捕。途端にしょぼくなってきたぞ。2012年、神奈川で、アパート偽名契約で1名逮捕。2015年、安保法に反対活動中、警官を暴行し、3名逮捕。2023年、偽名宿泊で1名逮捕と。すさまじい殺し合いやってますね。打ち毛羽で、赤鳥出と現代が殺し合いと。これ、同じ格老教名乗ってるものの、まあ別組織なんでしょうね。別な、全く別な組織の角丸派とか中核派は攻撃しないと。唯一っていうか、まあ攻撃してるのは警官ですか。警視庁爆破したり、成田署に打ち込んだり。いやはや凄惨な打ち毛羽してますな。外に向かっての攻撃は警察が多いな。警視庁の寮を爆破するとはね、殺された、亡くなった警察官、独身警官と利害関係ないだろ、お前ら。なんでやんの。スポンサーへのアピールのための、犯行でしょうかね。それだったら、完全にですね、自己利益のため、私利私欲。なんでこれがですね、みんな平等な理想の世界、共産主義実現を築く活動になるのか、全然わかんないですよね。結局は政教と労働組合の利権上がりをめぐって殺し合いしてた連中ってことでしょ。こいつらの言う革命って一体何って話なんですけど、なんでこんなね、犯罪組織が未だに存在してんのか全然わかりません。甘すぎませんか。1969年から1980年は成田闘争が華やかで資金も豊富だったんでしょうね。それでみんな仲良くできたんだけど、それが陰ってきたから喧嘩して分裂と。取り分巡って、分裂と。バカで幼稚な連中が集まって限りある金を巡ってバカで幼稚な音を言い合うと。どっちにも勝手なことを抜かして結局は殺し合いと。外交で戦争回避なんてできるわけないよね、こんなのね。2004年以降は打ち毛羽は起きてないようだが、両者とも弱っちゃったんでしょうかね。それどころじゃないんでしょうかね。現在、主要メンバーの年齢は75歳から80歳と推定いたします。今後はマイナ保険証になるから大丈夫です。何がって話なんですけど、今回逮捕の46歳は息子か、それとも雑用係で雇ったやつかな。いずれにしてもバカで幼稚でろくでもねえのは確定的ですね。46歳の今回捕まったやつもね、なんか黙秘してるみたいなんですけど、工作員らしく活動家らしく黙秘してるみたいなんですけど、まあ偽名宿泊で初犯だったら執行猶予で、釈放されちゃうかもしんないな。ちょっと思ったりなんかしてね。というわけで、格老教とか、ろくでもないですから、どうしてこれ、映画になんねんだ。こういう、こいつらの卑劣な構想、仁義なき戦いを、映画にならないのかって、不思議でなりませんけれどもね。というわけで、メール党員の皆様、後ほど、靖国神社と懇親会でお会いしましょう。よろしくお願いします。デトックスジャパン。